お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。皆様お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。ようやくね、あの生態をお迎えすることになりました。はい、もうね、何の生態かね、もう言わずもがな、もう何度も何度もね、同じ格好をして、同じようなね、カラーのコスプレをね、やり続けてきて、ようやくラフチャンネルの元にね、来ましたので、ぜひね、最後までゆっくり観察していってください。それでは早速、本日の動画行っていきましょう。どうぞ。はい、ようやくね、お迎えすることになった新しい生態が、この子です。そう、レオパード月光、ヒョウモントカゲモドキのね、ブラックナイトというモルフのレオパになります。真っ黒ですね。で、ブラックナイトの中でも、黒さの程度によってね、いろいろとミドルグレードであったりだとか、ハイグレードであったりだとか、まあ、グレード分けがされるんですけど、こちらの子はね、もう見ていただいたらわかる通りね、もう完全なフルブラックということで、なかなかいいお値段しました。結構ね、綺麗だと思いますよ。で、ブラックナイトね、小さい頃黒くても大きくなったら黄色くなっちゃうし、例えば今お見せしてるこの子もね、いつ黄色くなっちゃうのか、まあわからない不確定要素が多いモルフなんですけれども、おそらくここまでね、しっかりしてたら大丈夫であろうと思いまして、ようやく重い腰をね、上げて、お迎えしてきました。この子ね、ユーカファームさんで購入させていただきました。めちゃくちゃ綺麗なブラックナイトですね。早速、セッティングしたいと思います。はい。まあ、見ていただいたらわかる通りね、サイズはそこまで大きくないです。で、ついにね、このシェルターを使う機会がようやく来ました。アイシェルターのね、アンティークゴールドです。まあね、こちらのシェルター、かなりレアリティの高いシェルターで、まあ、今買いたくても買えるのかな？買えないかもしれないですけど。で、入れるケージがね、こちらのケージスタディシリーズ、レプポット S で飼育したいと思います。十分じゃないんですかね、この広さだと。で、そこにアイシェルターアンティークゴールド入れて、今からね、ブラックナイトを移したいと思います。はい、入れました。ちょっと、広すぎるかな。うん。まあ、見てもらったらわかる通りね、まだまだ体つき小さいです。ヤングサイズぐらいって感じかな。尻尾はね、しっかり太ってるんですけど、恐る恐るシェルターの中をね、様子伺ってますね。入って大丈夫なのかどうかと。まあ、こちらのレオパね、ユーカファームさんで購入させていただいたんですが、やっぱりね、ユーカファームさん、ブラックナイトに非常に強いということで、まあ、見ていただいたらわかるんですかね。なかなかね、グレードの高いブラックナイトをお迎えすることができました。いやー、これね、いろんな方のね、いろんないい商品が掛け合わさってて、めちゃくちゃいいですね。夢のコラボレーションという感じで、アイシェルターのね、アンティークゴールドに、ケージスタディさんのレプポット S と、で、ユカハムさんのブラックナイト、そして、アステカキットの水入れ似合いませんか？アステカキットの水入れ使ってなかったんでね、まあいい機会に、まあアンティークゴールドのゴールドカラーともね、ちょっと合うかなと思って使いました。足元ね、特に複雑なレイアウトせずにこの状態で様子を見たいと思います。まあね、ちゃんと餌を食べてくれるかとか、まあ体調崩さないか正直ね、まだわからないので油断はできないんですけど、まあ今後ね、様子見つつ動画しっかりね、ブラックナイトの動画を作っていきたいなと思ってます。まあどうやったらね、黄色くならないのかとか、まあもろもろちょっとしたコツがあるみたいなので、そういったものも動画を通してね、お伝えできたらなと思います。ぜひ気になる方、チャンネル登録して楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。